風水は古代中国の思想で、都市、住居、建物、墓などの位置の喫凶下福を決定するために用いられてきた気の流れを物の位置で制御するという思想。多た越しとも言う。古代からの愛、拓や愛馬かといった占いの技術が五行説に基づきつつ総合されて成立した。風水には地理の別名があり。 かつて天文が競技の天文学と天章をもとにした占いのアマルガムであったように風水は競技の地理学と地理に則っ,っている。そのため風水は大別すると地形独波のすべである乱闘と時間によって変化する天地間の気を判断する力とに分かれる。ただし日本においては風水が完全に成立する東大以前の一部の理論のみが 音苗道や仮装として取り入れられて、中国本土とは別の形で独自の発展を遂げた。近年、日本国内で風水という名称で行われている占いの多くは、風水そのものではなく、仮装術や急性気学などのアレンジに過ぎない。風水という名称は、進むの各白に固くされた、創書にある、気上風速三回水速とめコジに集むの使い。 不参考の使いありとめ濃いの風水儀は風に乗れば、すなわち散り、水に境せらればすなわち止まる。個人はこれを集めて散らせしめず、これを行かせて止まるを荒らしむ。ゆえに、これを風水という、から来ている。三浦国夫の風水講義では各白を、比類のない白学の詩であり、厚生風水の元祖に祀り上げられた一種異能の天才と呼んでいる。しかし、 草書の語は、同時代の資料には見られないため、各白の著作ではなく、実際の成立は、当代とする説もある。また、草書よりも古いとされる風水の古典、キツネコにもある、特水ため醸造風次の特水を上とし、造風をこの次とす、おこげんとするという説もある。造風特水とは、水を得、風を防ぐような地形のことで、風水において、 最も気がたまる土地とされる。風水には、地理、タたえごし、山といった別名がある。地理は、天文と太陽なす語で、地理がもともとは、競技の地理学と地形の吉祥を論じる戦術とが、混然一体であったことから来ている。タタえゴしは、天地を意味している。山は、風水師が良い風水を求めて、山野を抜消したことから来ている。 三重大学の目崎重和によると、風水の起源は、陰、周時代の占い卓にあるとされる。これは、宅地や、尊落の喫境を占うもので、後の、陽宅風水の基礎となった。一方、進むの時代には、各白の線による、奏書が成立し、風水の語が誕生するとともに、後の、影宅風水の基礎となった。風水の思想は、東大に非常に盛んになり、 音陽説や五行説が取り入れられ、東大末には、形成学派が誕生する。さらに、宋大には、ラバンをもって、吉祥を占う、方位学派が誕生する。明、清時代になると、両者の区別は、曖昧になり、ラバンを扱う技術もより発展して、現在の、風水となるとする。1960年代の日本に通る派。 基本遁行を伝えた台湾出身の観学者にして、風水師の町名庁によれば、風水という言葉は、収益の水風池が語源だという。駅池は、下から順に、諸行、二行、三を取り付けするもので、先に風があって、後に水というのが本来の順序である。糸はそのまま井戸のことであり、井戸を掘る場所、つまり人が住む場所を決めるための技術が、 風水だったという考察である。風水の理論構成は、乱闘と力の別を問わず、液系理論が基礎にあり、風水という言葉の起源も、また、収益にあるという。ただし、これは、長命長を外する名長等派の独自の理論であり、学術的には上記の説が取られている。風水については、草書の他に、キツネ首業、青農業、 青からすぎょうといった天石があり、後世に影響を与えた。風水には、乱闘派と呼ばれる系列と、力派と呼ばれる系列とがある。乱闘は、その土地の木の勢いや質を、地形等の形成を目で見える有形のもので判断する、方法であり、形法、形成派、乱からだ派などとも呼ばれ、厚生省で発達したことから、厚生学派とも呼ばれる。力は、 陰陽五行思想や発見、駅をさむ、方位など目に見えないもので判断する方法であり、理法、力派、野沢派などとも呼ばれ、復建省で発達したことから、復建学派とも呼ばれる。乱闘風水では、大地における木の流れを重視し、流脈からの木の流れが阻害されておらず、運ばれてきた木が溜まり場になっているような土地に、都市や住宅を建造しなければならないとする。 そうすることによってその地方や一家に優秀な人材が排出され、富にも恵まれると考えた。影たくすなわち墳母も同様であり、祖先がいる場所が子孫に影響を与えるとし、土地が良ければ子孫は繁栄し、悪ければ没落すると考えられている。一方、力風水では方位の吉凶を重視し、 個々人の青年月日によって決定される方位の吉祥に基づき住居や墓の方位、住居内の配置などを決める。乱闘派によれば、乱闘の作用は80%、力の作用は20%に過ぎないとするが、力派によっても、乱闘の作用が60%、力の作用は40%としており、乱闘優先である。目先主義数は、乱闘派と力派の区別について、 古代中国の山地部では地勢を見る乱闘派が盛んになり、乱闘の基準となる山がない平野部では方角を見る力派が盛んだったのだろうとしている。琉球王族、家御殿の墓は風水に基づいて建設された風水では、都市や住居を、洋宅、墳墓房、影宅と呼んで区別している。そのよろしきを得れば、死者は長く、殺を受け、少女はその子孫を繁栄するという。 影宅風水は、創書において理論化され、後に陽宅風水にも大きな影響を与えるようになった。乱闘において、山脈の木を受け継いで集中する穴の位置が重要視されるように、影宅風水においては、先祖の墓が先祖代々の木を受け継ぐ穴とされ、影宅を正しい位置に設置すると、影宅から流れる木が陽宅を境させるという。なお、 現代の中国人社会では、風水はもっぱら墓葬や墓そのものの意味に使われることが多い。草書によるイメージが根強いためとも考えられる。ただし現代の大都会や日本では、あなたからといってもどこでも勝手に墓地を作れるわけではないので、洋宅風水の方が盛んである。たくさ産洋洋宅風水の代表である八宅派風水で最も重視される。 陽宅三用の内訳は、門、棒、炉の3項目である。方位の吉祥は、家全体の重心、ついで部屋ごとの重心を基準に決められ、複数回の家の場合は、替えごとに対局が取られる。陽宅三用以外では、リビングなどは、えほうに配置され、火は、悪い気を燃やす、トイレや、バスルームなどの水回りは、悪い気を流し去るので、強方に配置される。 帰宅風水にも乱闘と、力の理論がそのまま当てはめられる。現代の大都会でもそのまま当てはめられ、例えばフロアの重心を大極とし、高層ビルを砂や暗山とし、電柱を形札とし、ガスコンロや電子レンジを木とする。現代の超高層ビルも風水に基づいて建てられている。木が通り抜けられるように穴が開いた香港の高層ビル。 台北101の噴水。休憩は金を象徴し、水流はお金の流れを象徴する。地理という言葉は、風水の別名としてよく使われるが、もともと風水とは、土地をその起伏や水の流れ方などによって格付けし、住居地や墓地などとして人間のように供するための技術であり、地層を見るための理論という意味で、地理という。ジオグラフィーのことを、 地理学というのはこれに由来する。あと近代の風水師超級法による古典、地理5分けによれば、風水を構成する重要な要素として、竜、穴、砂、水、向きの5つの条件がある。地理5分けのうち、竜、穴、砂、水は、皆五感で認識できる要素であり、ほとんどは何らかの形状を持つ要素である。このような要素を、乱闘という。また、 向井は、方位に付された枝や液毛などの記号類型化された要素によって、その良し悪しを判断するものであり、五感で感受し得るものではない。このような理論による要素を、力という。乱闘といえば、竜、穴、砂、水と、ほぼ同義に使われるが、建物や墓碑などの形状も、また、乱闘であり、これを、本家乱闘といい、竜、穴、砂、水を、 外や乱闘として区別する。五術及び六大化とは、戦術の分類の方法である。五術とは、戦術を機能論的に分類したもので、命、占い、相、意、山の五つを指す。また六大化とは、戦術を方法論的に分類したもので、三式の大人数、鬼門遁行六、水の絵人化、三点の唐食液数、星平海海。 宿用円金の6つを指す。日本語では馴染みが少ない言葉だが、中国、台湾では日本で言う、占いのことを、命、占い、そうと言い、一般的な語である。語術の分類の中では、風水は、人相瞑想陰相などと同じく、相に分類され、また、山と関連するとも言われる。六代以下の分類においては、六代以下すべてに、 それぞれの風水理論がある。しかし、特に鬼門遁行と関係が深い。風水六大化おのの特徴は、もっぱら力きつまり建造物などの方位に関するもので、あり、風水一理小分けの向かいに属するものである。風水では、どの方法でも乱闘つまり、竜、穴、砂、水の見方は、ほとんど同じであり、特に六大化では使う記号が異なるだけで、内容は、 どの方法でも全く同じである。中でも、鬼門風水の乱闘の見方は、記号類型として、非常によく整理されており、風水の乱闘は、古代からの鬼門遁行に基づいて理論化されたのだろうと考えられている。一方で、台湾出身の風水師、張陽文によれば、鬼門遁行の理論を風水に当てはめたのではなく、風水の乱闘から、鬼門遁行が生まれた、 という見方をとっている。そのため、星平開会などのように、力については独自の理論を使うものの、乱闘については、鬼門遁行の理論をそのまま使うものもあるという。漢代から宋大にかけての樹液の系譜は、経天樹と呼ばれ、四書五教を重んじ、礼儀を第一に尊ぶ規範としての学問である。液教は、戦北の書とは言っても、もっぱら儒教の倫理を解き、 儒家としての正しい書生を求めるため、教門の解釈はもっぱら重欲に変更した。しかし、宋代から秋代にかけて、樹液の系譜は、横巨学、出子学、陽明学へと連なる、理学という学問体系を形成した。まず、北宋時代に入ると、液家を数理的に解釈する、増数液というものが誕生した。増数家の系譜は、円図。 構図を作ったとされる沈丹に始まり、話、僕を治む、理の際、そして、攻玉形成を編んだ商用などの人脈を生んだ。円図、構図は、現代に続く風水の系譜の中であ流となっている、元合わせ派、つまり三元派や三合派と呼ばれる、グループの理論的な拠り所である。語術の中でも、成立年代が古く、そう以前からある三、三式すなわち、対人数、 気門頓行、六、水の衛進化などは、力においても、演図、法図を根拠とはしないことからも、元合わせ派の成立は、層の増数益以後であると考えられる。層代の経天樹としては、対極図説を編み、皇典優勢、目覚ため志を解いた、周頓意、基礎繰りを解き、横巨額を立てた、蝶はじめ、そして、清足利、天理を解いた抵抗と、心足利、 理に二を説いたほど音外の兄弟が理について異論を唱え、それぞれの学派を形成する。抵抗の系統は南宋の主期へと引き継がれ、朱子学となる。ほど音外の系統は南宋の陸休淵へと引き継がれ、さらに民の大森人によって陽明学が打ち立てられ、さらに大きい理にへと続く。そう、民の理学にあっては、 気と理のあり方が最も問われるところである。気とは自然、つまり先天的に存在する数理のようなロジックであり、経験則と言い換えることもでき、格物知という大学以来の理念によって演出される。しかし、理とは倫理であり、もともと人間に生まれつき備わるものなのか、学ぶことによって後天的に得るものなのか、あるいは行いによって、 初めて真実となるのか、などが争われたのである。層の増数域以前は、風水を観察する者にとって、気を読むこと、つまり経験則だけが頼りであり、三式などの理論も、もっぱら、記号を類型という経験則であり、理と言えるような根拠は持ち得なかったのである。大きく分けて、乱闘派と力派の二つの流派があるが、さらに細かく流派が分かれる。 戦術の通り気門遁行などの六大化は風水とは別の体系で流派ではない。台湾出身の風水師である蝶明朝を外する戦術の一派で1960年代に来日した蝶によって日本に伝えられた。風水の思想と中国の古代の戦術である気門遁行や駅、与柱水明などが混合された独自の理論を持つ。そのため、 風水ではなく、鬼門遁胡の一派とされることもある。長明蝶は1970年代に日本に移住したため、蝶の弟子である内藤文音らによって日本に一派を形成した。そのため、日本で出版された鬼門遁胡解説書の中には、鬼門遁胡を風水の一派とみなし、玄空派風水を鬼門遁胡の門派としているものなど、 風水や戦術に関する他派の見解や学術的な見解と異なった主張を取るものがある。ただし、風水の主流派とは異なる見解を持つ風水師がいて、それが一派を形成したりすることはそれほど珍しくはなく、中国本国でも風水の流派は非常にたくさんある。なお、元空派は鬼門遁公の門派であり、独自の鬼門遁公天章を伝承するというが、 地理弁制折吉によれば、玄空派の風水理論が鬼門遁行を主地として独自に発展したものである。玄空派の祖とされる小太公の地理弁正を注釈した地理弁制折吉に小太公の巧妙な弟子である京高師匠による注釈があり、中でもと天宝寺教中編巻に、天造吉六義天九星地球十日天十、 韓族養鶏氏族院、二基門七重落所、北る、友知里大家、同で一元とあり、原空派の風水理論が基門遁行を、主地として発展したものとわかる。また、天遊九星地球宮とあることから、当時から、基門遁行には、九星と、九宮が使われていた。韓国の首都、ソウルは風水に基づいて建設された風水の思想は、東、アジアだけでなく、 欧米など世界各地で普及している。上記の通り、中国での風水理論の完成はそうから、秋夜であるが、それ以前のアスカ、奈良時代に日本に伝わった理論が独自の発展を遂げた。特にそれは、陰陽道や仮想として発展した。平城系、平安系の立地が風水にのっとっているとされるが、その当時採用された詩人総応は詩人の方角が、 固定化されているなど、すでに日本独自の理論となっていたものであり、現代的な風水とは全く関係がないことに留意すべきである。江戸の建設に深く関わった人物が風水に通じていた、もしくは都市計画に風水を採用したという文献は存在しない。あえて言うならば、前述の陰陽道や宿用道などの影響が想像できる。尋常小学校の教科書には、 木税、屋敷、人相、仮層、鬼門、包囲、旧姓、牧色等を信ぜぬこととあった。日本では風水の語が現代までほとんど知られず、目先重和は風水のない風土と表現していた。しかし、1994年に荒又広氏の風水先生が刊行され、風水が大きなブームとなり、その概念が広く知られるようになった。 朝鮮半島にも中国から風水が伝わり、都の場所や墓の場所を定めるのに大きな影響を与えている。首都の移転や朝鮮王朝の王宮である慶福宮の建設についても風水をもとに検討された。離朝末期に朝鮮を訪れたアーソン・グレブスとは悲劇の朝鮮の中でソウルに住みたがる理由の一つとして、 風水を理由として墓を残したいからだと綴っている。日本統治時代の朝鮮では、村山里志順が風水を研究し、朝鮮の風水にまとめている。現代の韓国では、日本が韓国の山に杭を打って、朝鮮の民族世紀を奪おうとしたと主張する、日程風水暴略説が語られている。金四三大統領は、実際に1995年2月から、 全国調査を行って約180本の測量用の手作り除去を国家事業として行った。欧米では20世紀後半から風水の研究が広く行われている。これは文化大革命で人材が中国から国外へ流出したためである。欧米においても徐々に受け入れられていき、ビジネスや建設において風水を活用する事例も見られるようになってきた。ただし、 1873に出版されたエルネスト・ジェイ、アイトル・著の編集をあざるディメンツ・オブ・ナチュラル・サイエンス・イン・チャイナにおいて、著者のアイトルは、風水に対して否定的な見解を示しつつも、西洋世界に風水を紹介している。この著作には、ラバンの詳しい解説が含まれている。著者のアイトルは、中国に派遣された宣教師である。なお、最近では、 インド伝統のバースト・シャーストラも徐々に広まってきている。日本文化に造形が深い、イギリスの風水協会会長を務めたサイモン・ブラウン。サイモン・ブラウンの風水の著書は、全世界で100万部以上のベストセラーとなる。ザ・フェンシュイ・バイブル、プラクティカル・フェンシュイは日本語訳でも出版されており、サイモン氏のセミナーはヨーロッパのみならず、日本でも開催されている。ありがとうございます。